皆さん、こんにちは。なぎです。ママです。今日はママと、なぎでデートをします。デートします。はい、はんなちゃんのお姉ちゃんになって、初めての二人きりでーす。はんちゃんとねーねーは、保育園で、パパはお仕事行ってます。行ってます。保育園の先生の協力もあって、なぎと二人の時間を、いただきました。はーい。ということで今日はどこにデートに行くんですか？お弁当を持って行って公園で遊んで髪切り屋さんに行きまーす。今からなぎとお弁当を作ってピクニックデートに行きたいと思います。はい。そして髪の毛がだいぶ伸びてきましたのでピクニックが終わったら美容室にも行ってきたいと思います。じゃあ早速お弁当を作っていきまーす。作っていきまーす。チャンネル登録お願いします。はい、こんな感じで下準備をしてるのでなぎちゃんにおにぎりをまず握ってもらいまーす。はい。じゃあまず手を洗いましょう。気持ちいいこれ。はい、オッケー。はい、じゃあおにぎり握ります。じゃあこれにおにぎりも入れてもらいます。こっちの手でママと順番こに入れよ。こっくらいかと。じゃあ次こっち。よし、いいかな。じゃあこれでギュッ。ギュッ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 。そしたら、蓋を取って、ここちょっと押すといい。うん、こっちも押しといい。できた！記念すべきおにぎり1個。食べてない？ギュッギュッギュッ。美味しそう。お弁当。お弁当？お弁当に入れたい。入れるよ。おにぎり完成。おにぎりは終わりました、ね。卵を終わります。卵を割って殻はこっちに捨ててね。そして割れたやん。割れたところに指入れるやん。そしてパカッ。おお。分かった。待って待って。待って待って。わ、あれ。あ、やばいやばい。はい。あ、そんな感じ。はい。で次次。ごめん。いいよ。はい、最後。やる？終われてる。もうちょっと、ここに指を入れて。あ、オッケー。オッケー。よし、オッケー。いやー、まあ、大きいのができてる？いい感じ。ブス。ブス。オッケー。かわいい。できました。上手上手。ハムのお花完成。はい、じゃあウインナーを入れてください。この丸いところは熱いから変わらない。はい、焦げちゃうからコロ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 って転がして転がしてくれる。そう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 、上手。ネギが用意してます。自分でジュージューやってます。すると、これあった長いな。おー、大きいね。お願いします。飛んできた。お料理はね、あっちも伴うからね。見て、何になった？タコ！タコ！タコになってる。よし、じゃあタコさんもあげていいかな。よし、じゃあなぎちゃんが焼くのは終わったので、ママが焼いてる間にお豆を出して、殻はこっち捨てて。あ、豆は捨てちゃダメですよ。あ、あんな。まず、できました。え、なんか三角形になった。なんか三角形になったから、いい感じにハンドにしよう。よし、何にしてもらうことがあります。大きくなった。じゃあ、お手本見せるね。豆、真ん中。ブッスー。え、やだ、割れちゃう。割れちゃう感じ？割れやすいので、気をつけてね。こんな感じできた。あ、うまい、うまい、うまい。あー、できないかも。じゃあ、もう食べていいよ。え、見て、ちょっとハートかぶらない？はい、かわちい。やばい、時間ない。いけない感じ？いけるけど。なんでそんなギャルなの、喋り方。ナビが刺したやつ。なくなるよ、刺すやつ。まず、端っこを落とす。こっちの端っこを
切る真ん中で切ってみて。1個2個3個4個5個6個7個8個9個10個。え、やば、見て、ハートじゃん。ハートじゃん。ギャルじゃん。やった、できた、ハートハンバーグ。じゃあ、お弁当箱に入れていこう。昨日の残りの唐揚げもあります。どうしよう、なんかこのおにぎりの入れ方気になるな。おにぎりはラップにしよう。可愛く、やっちゃえって。じゃあ、おにぎりはラップにくるんだから、おかずをこれに入れるね。ネギが好きに入れちゃってください。これ、使ってもいいです。何でも入れていい。うん、ミートボール入れたいとか。ミートボール入れたい。ミートボール入れる？ここ？うん。こうでいい？うん。じゃあ3個入れるよ。1、あ、あ、2、3。はい、他のも入れて。甘い。パパも来てるんだ。これやって。ママこれで。かわいい。あ、いいじゃん。見て、できた。え、タコ全部入れた？できたよ。できた？唐揚げを買ったと？唐揚げ欲しい。じゃあ、このハートさんを、どけて唐揚げ置いてごらん。で、こうしたらどう？あ、ね、いいね。かわいいのができました。お弁当。これ入れんかったとかも。ここに入れた。あ、じゃあ、これをここに入れて、こうしたらどう？かわいすぎ。ね、タコさん1個ちょうだい。いいよ。2つのタコさんになっちゃった。じゃあ卵入れる？うん。いい感じ？うん、いい感じ。かわいいお弁当ができました。投げもできました。かわいい。ママの一番かわいすぎ。いい？投げちゃんはもう。うん。あ、まぁ、ちょっといいかな。完成！ママサックでーす。なぎさくでーす。なぎさくでーす。上手に詰めたねー。それ、タコのおにぎりと思って、ピクニックに、レッツゴー！パパ多分お昼食べに帰ってくるって言ってたので、あんまり物詰めました。パパ食べてね、喜んでね。はい、完成したので、ピクニックに、レッツゴー！行ってきまーす。行ってきまーす。言ったよ。じゃん。おいしい。おいしい。このゆかりおにぎりおいしいやろ。うん。今度遠足公演する？うん。なぎが作ったおにぎりどうですか？おいしい。おいしい？なぎが刺して取れそうなお豆です。落ちちゃう。落ちちゃう。おにぎり。うまいな。いいよ。いいよ。ゆっくり。すごいことだった。ねえ、見てよ、これ。お皿じゃないんですけど。いや、舐めた。なぎがさ、お姉ちゃんになったじゃん。ハンナが生まれて。それで、お姉ちゃんになって、嫌なことない？ない。ない？うん。寂しいとか。大丈夫？本当？ママとパパがさ、ハンちゃんのこといっぱい抱っこしてたりとかするやん。そういう時に、なぎ寂しかったりしない？ないよ。大丈夫だよ。本当は？寂しくない。本当？うん。どうしてる？うん。お姉ちゃんだから。なぎ超いいお姉ちゃんだけど、お姉ちゃんやけって我慢せんばいかんことはないけん、ママがハンちゃんのミルクあげてる時とかに、なぎも抱っこしてほしいなとかある？そういう時ある？ある？あ、じゃあ言って、それは教えてほしい。ママも、パパも、ミオカのことも、ナギのことも、ハンナのことも、みんなを大好きだから、みんな一番だから、ナギが思ってることを何でも知りたいし、ママの嫌なとことかあったら教えて。うん。
ママの家のとこある？はい。嘘やん。ママが送ったとき、こうやってなったときだよ。これが嫌だ？これ？これが嫌って？あ、分かった。どんな顔して怒ったらいい？なぎちゃーんって。分かった。ここにしようが、売らないように気をつける。他にはある？ママのね、足のところとね、お顔のところ。ニキビ？お腹いっぱい？枝豆食べた？うん、ゆっくりいいよ、ぶちゃん。合わせていただきます。え？ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかったね。ネギ作ってくれてありがとう。いいね。お願いします。来ました。今から何する？ちょっと遊んで。美容室を行きます。はい。できるか？気をつけて。そんなことできる。頑張れ。すごい。うわあ、すごい。すごい。すごいすごいすごい。グラグラしよう。よいしょ。できたー。こっちに行ってみたかったと。あ、なんか道に出るんだ。あ、見て、桜すごいよ。ママが違うと思って。競争よ。あ、負けた。一段負けた。ママだよ。きついんだけど。勝ち。どう？スタバ疲れてんね。遊びすぎた。早起きしすぎたね。楽しみでいつもより早く起きたもんね。ピクニック行ってきました。はい、行ってきました。寝てます。あ、寝てる。ということでピクニックは終わりましたので、次は美容室。美容室に。ね、待って、ストローで飲んだ後になんでこんな汚れ音？どうやったらストローでこんな汚せるんですか？舐めてたらストロー何個だ？え、な、やめて。そんなことしてたの？はい。帰ってきました。帰ってきて、着替えます。はい。上はフラペチーノで汚して、下は公園で遊んでドロンコだったので、スカートに着替えました。じゃあ髪の毛を切りに。トイレに着くから、こんぐらいかな。めっちゃちっちゃい。どんぐらいまで切っていいと？そしたらもう結べないけどいい？こんぐらいまで切る？本当にいいと？伸びるまで時間かかる。お団子はできんかも。いいの？パパがなんて言うかな。ママ。これがいいよ。え、このお胸ぐらい？うん。こんぐらいね。こんぐらいに切るやん。なぎの好きなエルサした時に、三つ編みしたらこんぐらいになっちゃうけどいい？うん。オッケー。じゃあこんぐらいね。ママの心の準備が。ママは、いつもとママたちが切ってるぐらいか。眉毛が見えるぐらい？うん。オッケー。じゃあ行ってきまーす。行ってきまーす。もうすぐ着きますよー。あのね、やっぱりね、今日はちょっとぐらいに切って。今日はちょっとだけにしとく？で、伸びたら切るって、また。今日はちょっとでいいのね。うん、行きます。はい、伸びたね。妹に噛みつかまれるもんね。恥ずかしいね。切ってるうちになんかどんどん分かんなくなってちょっと広くなったりしてるかもしんないです。いつも言うもんね、眉毛隠れたらそろそろ切らんばじゃないってね。何さなくっちゃ。すいません、お嬢さん。怒ってるんですか？大丈夫ですか？かわいい。いい感じ。嬉しいね。かわいいね。完成でーす。ありがとうございます。かわいい顔して、かわいい顔。推しの子を真似して。ありがとうございます。はい、綺麗に。
に。あはは、風でなくなった。かわいくなった。よかったね。わかりました。じゃん。じゃん。おそろい。ということで、今日一日、ママと、ナギのお出かけでした。また見てね。バイバーイ。じゃねー。素敵。かわいい。